はいどうも、てよてぃです。引き続きドラゴンクエスト10オフライン続きやっていこうと思います。ちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、まあ覚えてるかちょっとふわふわしてるんですけど、やっていこうと思います。今はここだね。てぃはメギストリス城の玉座の間でプーポッパン王から討伐隊に入り、キラキラ大風車島の儀式の間にいる魔物を倒せばキーエンブレムを与えると言われた。プーポッパン王は塔にある儀式の間で自らの身と引き換えに儀式を行うことで魔性から国を守ろうとしているらしいっていうところで、キラキラ大風車島行けよっていう話だね。で、大風車島の前にいます。カメラのアングル変えれないけど、こっちにあるはずです。ありますね。で、いない間に教えてもらったんですけど、スキルパネルで銅とか入れちゃってもいいんじゃないかっていう、すぐ外せるっていう話を聞いたので、これでちょっとまず銅で試してみたいと思います。これで入れます。スキルレベルが上がった、レベルプラス1される。あ、これで外すときに外せます。あ、なんてことない、普通に外せんじゃん。じゃあ金とかガンガン使ってった方がいいじゃん。ちょ待って。めっちゃいいこと教えてもらっちゃった。今俺レンジャーに前回すれば転職したんだよね。格闘スキルもいいけどね。俺今斧装備してんの結局斧装備してんだね。ていうかまあ俺使うか問題なんだよな、他のやつが強いからあ、そうか、じゃあ他のやつにヒューザーとかに装備させればいいんだ、銅とかを。あー、なるほど。一旦ちょっと設定してきます。フーラとかめっちゃ強いから、俺フーラとかめっちゃ可愛がりたいし。これだけどどういうことなんだろう。例えばこの回復量とかも増えるってことだよね多分。バギムーチョのレベル上がったりするのかな。うわ、これちょっとやってみよう。どうにしよう。いいじゃん。俺めちゃ、もしかしてこれやったらあのボスみたいな強いやつ倒せるかなあのニックキー。いや、ここもじゃあどう使っとこう。よし。なんだよ。この辺どっちでもいいんだよな。ヒューザーだな。ヒューザー。ていうかまあ言っても主人公か。そうだね、言ってもやっぱ主人公に。いや、どうしようかな。金とかつけとく。これ何、職業将来的に俺何になるんだろう。でもやっぱ俺片手剣が結局やりたいんだよね、将来的には。なんかやっぱ剣が良くない。勇者が、まあ、俺が勇者じゃないっぽい疑惑もちょっと出てはいるけど斧とかで攻撃してほしくないよね。なんかレンジャーあんまりかっこいいのねえんだよな。かといって装備させてないのももったいないな。どうしよっかな。ちょっと待ってよ、この辺も解放して。これなんだ、これ次第だな。でもやっぱこのレベル上がりやすいよね、主人公は。他の職業になれるとレベルがパンパン上がったりするから。斧無双、敵グループを粉砕する渾身の技。うわ、これいいじゃん。いやー、ヒューザーって今装備なんだろう。ごめんね、なんかちょっとダラダラしちゃって。あ、片手剣なのか、ヒューザーが片手剣なのか。まあじゃあ片手剣のここにじゃあ銅作ってやるわ。いっぱいあるからよ。特別だぞヒューザーまあ明らかにフーラ可愛がってるけどね、フーラを可愛がってるけどね。うん、こんなもんでいいか。え、待って、これさ、こっちにつけたらさらにできるんかな。待って、フーラめちゃめちゃ強くしちゃおうかなもうフーラがいれば結構いい感じに強いからな。
あ、いけるんじゃない？あ、レベル3になる。あ、いいじゃない。いいじゃない。それいいじゃない。仕方ね、主人公もちょっと強くしてやるか。いや、金をどこで使うかな。金もったいなくてな。いや、まあ、後で外せるの分かったんだけど、忘れちゃいそう。まあ、とりあえずじゃあ、金取っとくわ。よし、これでいこう。これはもう強くなったんじゃない？よし。で、お、さあ、ストーリーを覚えてるかどうか。本当に10日ぶり以上ぶりぐらいかな。ここが儀式の塔、キラキラ大風車塔か。そうだね、そこは覚えてるよ。おお、お前も討伐隊のものだな。8辺王のご命令はこの塔を登り、儀式の間に潜んでいる恐ろしい魔物を討伐することだ。みんな準備はいいか？オッケー。そうそう、討伐隊って言ったのにこいつら全然いねえんだよな、俺らメンバーより。どうしたどうした、ちっこいの。魔物に会う前からおじけづいたか？嫌なやつ。魔物なんか怖くねえ。うわ、思ったより声渋い。俺たちが魔物を倒したら、王様はこの儀式の塔で王家に伝わる儀式をやるんだろう。ああ、なんか命かけるみたいなやつだったっけ。古来より伝えられし、プクリポの王家の儀式は我が王と神ハルムイにも伝えられています。王家の者が儀式の塔で命を捧げる。ああ、そうだね、そう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 。その祈りは天へと届き、大陸は聖なる力に守られるだろうと。でも次の王子様になっちゃうよってことだ。ああ、そうだね。平和と引き換えに王様は死んじまうってことだ。そんなことになったら、あのボンクラ王子に次の王が務まるのか。みんなに疑われてんな。大丈夫だよ、みんなで助けてあげよう。王家の者が命を捧げればいいなら、儀式を行うのは王子だっていいはずだ。お前だってそう思うだろ。俺に聞かれるの？だけどポンコツ王子か追い先短い王様かってことでしょ。うわー、絶妙に悩むけど、まあでもストーリー的には王様でいいんじゃないの。いや、お前の言う通りだ。王子様が言ったよな。そうだよ、イット様だってそう言ってた。王様はこの国にとってかけがえのない方だけど、あの王子はこれだけど、なんかドラクエさ、やり直し、昔のドラクエはなんかちゃんとした選択肢答えるまでやり直させてくれたけど、それで進むパターン前あったから、ちょっと怖いんだよな、ふざけるの。だからちっこいのは頭が足りんというのだ。あれ、それ俺にも言ってます？頭が足りんって。俺もうんって言っちゃったけど。フーポッパン王は大人で体も大きい。だがラグアス王子はまだ子供。うん、同じ命を捧げられるなら、神だって小さい魂よりも大きい方がいいはずだ。そう？そんなことないんじゃない？それはともかく、プーポッパン王の体は魔性に侵され、いつまで持つかわからない。うん。なのに、一人息子のラグアス王子が儀式のために死んでしまったら、王家の血が途絶えるじゃないか。でも王様にもう一回頑張ってもらえばいいんじゃない。また産んでもらえばいいんじゃないの。お前の気持ちは俺だってよくわかる。だが他でもない王ご自身が自ら儀式を行うとお望みなんだ。確かにな、次がボンクラでもすぐ子供産んで、その次がいいやつかもしれんしな。そりゃ俺だってわかってるよ、わかってるけど、まあ、次つくまでに国ないかもしれんけど。さあ行こう。まあ、とりあえず倒さないことに始まらんかな。儀式を行えるように塔に潜んでいる魔物を倒すぞ。いや、大丈夫かな、怖いんだけど。もう本当に俺はもうボッコボコにやれ、クアバルナ戦を思い出してさ、ボッコボコにやられるんじゃないかって。最後のボスレベル何倍で倒せるの。だって結構頑張ってレベル上げたんだよ。え、あ、なに、風車の丘ってこんな街なの。へえ、お手玉してる。右ストリス名物キラキラ大風車塔へようこそ、旅の方。ん？違う？ああ、討伐隊の人か。それにしてもこの塔に魔物がね。
まあ怖くて塔の上の方は行ってねえからわからないんだけどさ。なんかいい武器とか売ってない？金も結構あるよ、悪いけど。あー待って、フーラーとか、あー奥義か。でも盾がいいんだよな。ダストン装備変えとくか。オーガに伝わる鬼の力を宿すというコンボ強そう。ダストン、あーまあいいか。オッケー。そうそう、あのね、俺レベル上げの時にこの福引券買い物、まあレベル少し上げてお金貯まったから、あの装備買うかと思って装備買うじゃん。そしたら福引券めっちゃくれるから、福引券で福引きしてみたら、なんかあのメタルキングじゃん、メタルなんだっけ、ね、道具で大事なものかな、違うな、おまとめ袋、あーそう、このね、メタキン軍団コイン、ゴルスラ軍団コインっていうのがもらって、これであのメタル軍団とかゴールデンスライム軍団と戦えて、そこでお金貯めたり、あのレベル上げたりとかして、でお金貯まったらまた買い物してっていうのを繰り返してたら、すげえなんか簡単っつったらあれだけど、割と難しくなくレベル上げれたな。他装備は大丈夫か、マイユー装備しとくか、金あるしな。てか主人公弱っ。そうだな、だって今正直主人公出さないしな。マイユーと、マイユーに出てもらうしかないな。だってこれ出てなくても多分レベル変わんなそうだったから。よし、オッケー、じゃあ行こうか。ちょぐるっと見たいけどな。ぐるっと見ていい？なんかいっぱいある。まあ、一人クエストがいて、あーなるほど、こういう感じか。福引き券、いや小さなメダルも本当にそろそろやる。あー出た、開かない宝箱。小さな福引き、小さな福引きじゃない、福引き券と小さなメダル混ざった。小さなメダルもマジ開けて、思い出の鈴、何これ、え、ププール、え、ポポルの魔法仕立ての術が成功した、しかもその術を使ってミキストリスの都にドレスアップ屋をオープンさせたですって。ほへー、姉の話は本当だったのね。デタラメなんて言って悪いことしたわ。この動いてんのイラつくな。王家の儀式に身を捧げた歴代ミキストリス王の勇気に敬意を表し、王子の像をこの地に建立せん。回すなや。立てときや。え、ここ入れん、あ、どっからでも入れんだこれ。へー、なんかありそうだな。ちょっと待ってよ、他に、あ、この上、あ、普通に、そっか、上行くのか。え、ちょっと待って待って待って、いや、いろいろ情報が多いぞ。まずじゃあ この中入ってみるか。キラキラ大社1階室内、開かない宝箱があるぐらい。こんにちは、ピーヒ。詳しいことは知らないが、この塔のおかげでプクランド大陸は今日まで守られてきたんだそうだ。塔のてっぺんにある部屋にその秘密が隠されてるらしいんだが、最近そこに魔物が出るって噂ぞ。知ってるやつと知らないやついるな、噂を。あ、裏から喋れるの。案内係ペルシュ。このキラキラ大風車塔は何百年もの歴史を持つ世界的にも有名な建造物でしてね、観光客の目玉スポットになってるんですよ。宿屋、キラキラ大風車塔を観光した後はぜひ当店で当店で疲れを癒してくださいね。ふかふかなベッドでおもてなししますよ。宿屋、あ、こいつ行けや、早く上。こいつあれだよね、塔伐採だよね。ガクギャン、大陸地を見渡せる塔があると聞いたからわざわざ来てみたのだが、最上層の儀式の間には魔物が出るらしいな。あ、違ったわこいつ。ただの観光客だった、ごめんね。観光できたのに魔物やられたらこんなバカな話はないよ。ほんとだな。俺も、まあ、ちょっとまた話戻っちゃってあれなんだけど、まあ、今回台湾出張行ってきたんだけど、まあ、中国とのね、揉め事ちょこちょこあったから、なんかあったらどうすんのって言われたんだけど、行くしかないもんね、仕事だから。
まあその時はその時しゃあないよね。結局何もなく帰ってきてるんで。ポリリ、貴様も討伐隊の一員なのか。他の討伐隊の者たちはこのエレベーターで上へ登っていったぞ。エレベーターで登れんの？え、エレベーターで登れんの？じゃあエレベーター登ってこう。最初から、まあ、行けんの？いきなりじゃあボス出るってこと？あ、へえ。あ、便利。ちょっと待って待って、そこに宝箱あるんだけど。はい、柔らかウール。見逃さねえぜ。見逃してるかもしれんけどな。ちょっと待って、並び替えしようかな。もうボス出てくるかもしれんから、あ、入れ替えか。よし。もう主人公がさ、全然戦ってくれない、戦ってくれないっていうかさ、戦わせれないんだけど、これマジドラクエやってる人どうなってんの。途中でだって主人公入れ替えたらめっちゃ弱くなってるでしょ。これ落ちれる？落ちれるのはしないか。本当は主人公ガンガン使っていきたいんだけどさ、使えねえよ。さあボスか。討伐隊も一緒に戦ってくれんのかな、これ。ここなのか。じゃないですか、最上階。おい、どうなってるんだ。魔物なんかいないじゃないか。え、奇妙ですね。この部屋には魔物の気配がまるでない。魔物がここで住んだところで、だってご飯ないでしょ。構造から考えてもこの部屋が儀式の間に間違いないのですが。なんか魔法陣みたいなの書いてあるしな。仕方ない、一度城へ戻って儀式の間に魔物なんていなかったとプーポッパン王にご報告しよう。大丈夫？お前らいなくなった瞬間に出る。あ、タナト。え？お前らなの？魔物はいるんですよ、この儀式の間に。なあ。え？まさかのじゃん。そうとも、この儀式の間には恐ろしい魔物がいるんだ。え？ってことはこいつら二人を従えてたあいつが裏。そしてあんたたちは魔物にやられて。あ、違うのか、魔物いない。え、だからあいつら、あいつが裏番みたいな悪いやつってこと。こいつらがモンスターになるわけじゃないんだな。お前たちはイット様直属。あ、そう、イット様だ。一体何のつもりだ。お前ら何してやがる。イットが一番悪役ってことでしょ。ひどい。一体何のつもりなの。いや、何のつもりなのって。いやね。ここまで来たらイット様が悪いってことでしょ。剣ちっちゃいな。俺らも助けないで見てるだけなんだな。この儀式の間には元より魔物などおらぬのよ。何？塔に魔物が出るという噂を流し討伐隊をおびき寄せたのも。まさか、まさか。この儀式の間に生贄を捧げるため、全ては我らの計画よ。生贄？え、王様じゃなくてもいいってこと？それともなんか魔物を復活させるための生贄？え、あいつら死んじゃったの？ちょっとやられただけじゃなくて。話聞かせてくれる？なんで場所入れ替わった？立ち位置決まってた？あ、変身するじゃん。真の姿をその目に焼き付け、生き耐えるがよいわ。さあ、悪いけど俺スキルパネルに銅つけてるからね。主人公いねえ。うわ、しかもフーラが溜まっちゃってるよ。お前ら大丈夫か。ちょっと命令させていこうかな。あー、お前らもうこれ勝てんって。ヒューザー貯めようかな。どっち倒せばいいかな。タナトから行くか。
で、お前はどうする？ゾンビ系、こいつらゾンビかな、中からかな。特技減らしてみる。特技やめ、抑えれるかな。お、封じ込めた。なんか持ってるかな。ガラクタハンター、いけー。なんか持ってるか。お宝ゲットしてくれるからな。何も持ってなかった。いや、タナト弱いって。起きて起きて、まだ早いって。敵全体にマヒャドデス、怒涛のカムシカ、ここら辺使っていきたいね。とりあえずマヒャドデス、多分ね、これスーパーイテンションになったら3回ぐらい使えるはずだから見てとこう。600597ね。オッケーオッケー。弱い。嘘、そんなに弱いのお前ら。あ、でもまだ全然白だな。さすがにな、さすがにそんな魔法使う感じじゃねえんだよな。封印してるけど、どうすっかな。全然ダメージも食らってねえしな。なんかスタンとかやってみる。お、スタンはしないか。さすがに、さすがにな。あれ 100% になってもう一回だ、もう一回やんなきゃいけないっけ。あれ、なくなっちゃったな。なんか勘違いしたかもしれん。ちなみに、いや俺ね、なんかこれはこれでいいんだけど、そのみんな頑張りにした時にこいつらどういう攻撃するのかなっていうのがめっちゃ気になっちゃうタイプなんだよね。例えばこういう時にまず起こすの優先するのか、攻撃するのを優先するのかみたいな。気になっ、おお、弾き返してきた。さあどうする。あ、50、うん、弱い。22、弱い。もうそして青、オレンジ色になっちゃってるじゃんお前。あ、 100% になった。スーパーハイテンションでもう1回か。なん、どうしたら3回使えるんだっけな。スーパーハイテンションで使えるんじゃなかったっけな。あ、こいつは寝かせてくるから、こいつを封印したらよかったかな。ちょっと待ってよ、これで多分いけるような気がするんだよな。回心率を上げつつ敵一体に4回動き、傷も癒す。じゃあ今度こっち、不死鳥テンプ、いけー。うわー強い、めっちゃ1405与えた、めっちゃ強い。あ、ほらヒューザーまだ残ってんじゃんね。やっぱりそういうのあるはずなんだよな。ほら、うわ、もうこんなのも1600ずつ与えれるんだよ。ヒューザ最強じゃないのこんなの。ほら177も回復して、意外に死なねえな。一匹ずつも倒してえな。ひるませるか。じゃあお前ちょっとひるんどいて。ひるまない、そんな簡単にボスがひるんだら困るんだよな。確かに、寝るなよヒューザ、寝るなよ。うおい、ヒューザー、あと1回やってほしかった。よし、じゃあ主人公の出番なく終わっちゃうなマジで。あ、ザメハとかあんだ。あ、バイキルトとか使うんだね。でもヒューザーも次これなくなっちゃうでしょ。あー、なくなっちゃった、もったいね。やっぱ起こすったりとか、こういう補助系呪文を優先するんだな。あー、呪文の威力上げたりとかで、ここでまたこうやって寝かさられたら意味なくない？攻撃していかないと。はい、やったドルモア。あー強い、ドルモア強いな。呪文の方がいいのかな。まあ、そ、状況によるだろうけど、全然弱いなマジで。なんであいつあんな強かったんだろう。すげえ戦いやすい。すごい弱いじゃんこの2人。5000
戦ってない主人公がちゃっかりプラスで500経験値もらえるの受けんな。しかもお前がレベル上がってる。6レベルも見てるだけで。そうでしょう。だが、すでに儀式の間は愚かなる討伐隊の血で汚れた後よ。あ、何？そういうのダメなの？すべては我が主、イット様の計画通り。やっぱイットが悪役なんだな。まずですか、こいつらを倒してもその後イット倒すときが強いのかな。王に報告するがいい。魔物などいなかった。すべては側近イットの企みだ。そこ急に呼び捨てになるんだ。だが流れ者の旅人風情とイット様の言葉、果たして王はどちらを信じるかな。なるほど、確かにな。でもお前ら帰ってきてないからな。まあでも死人に口なしパターンか。いやーそっか、でも戻ってこないからなおさら信じれないかも。俺らがやった可能性もあるもんね、あいつらを。でサクッと帰ってきましたみたいな顔してんじゃねえよって王様に怒られる可能性あるもんな。あ、来た、スキルアップ。いいぞいいぞ。え、これさあ、儀式の間か。もうちょっとここでも探検したいよね、キラキラ大風車。ちょっと待って、宝箱閉じてない？何それ？え、何回も入るの宝箱って。あ、そうなの。一回取って終わりじゃないんだ。誰かがまたそっと宝箱に戻してくれるんだ。そんなバカな。ここから出てみよう。誰かクエストも用いたよね、そういえば。私、病院、サロンフェリー。あー、色か。お強い方とお見受けし、一つ願いが。あ、違った。実はお客様にお出しするコーヒーの新しい豆のサンプルを仕入れて帰る途中でその豆を魔物に奪われて。あ、お使いね。香ばしい三つ星ブレンド豆を10個、いや、この辺りにいる魔物たちから取り返してください。あ、やっぱ色だね。ヘアカラー、新色、カフェラテ追加。そうですよね、他人に頼らず私が自分で何とかすべきですよね。いや、ほんとそれ。あー、でも魔物となんて戦えない。頑張ってね。さすがにこれ降りれるのか。あ、降りれないんだ。あの、葉っぱにも登れないんだ。よし、じゃあ王様に報告行くか。よし、王様、俺らのことを信じてください。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、じゃあ信じてもらわなかったら困るんだよな。王様に信じてもらえなかったら俺らどうなんだ。ヒットライってなるのかな。一頭を悪く言う旅の者よ、ヒットライってやだな。いやー、今回さ10日間ぐらいゲームしてなかったらめちゃめちゃゲームしたくて、もうドラクエと、まあ今別でレースのゲームやってるんだけど、もう続きが早くやりたくて失敗したわと思って、やるタイミングもろもろ。まだけどしゃあないな、たまたまそうなってしまったから。あ、貴様なぜ生きてる。びっくりした。いや、失礼した。確か討伐隊に加わっていたものだが、他の連中とは一緒ではないのか。倒されたパターン考えないんだ。イット、何の騒ぎだ。王様来た。王様。王様ちっちゃいな、かわいいな王様。おお、お休みになられておりませんと、お体に触りますぞ。ってことはイットも魔物ってことなんだよな。残された時間はわずかだ。この命尽きるまで国のために働きたいのよ。かっこいい。なんという気高き精神。さすが我が主君と心に決めしお方よ。
嘘くさい見えてくるな。それよりそなたは討伐隊に加わったものだな。どうした、無事魔物は討伐できたのか。まあ、できたといえばできたし。なんだと、儀式の間には魔物はおらず、代わりに一途の部下たちが討伐隊を皆殺しにしただと。なんたる、まずしらばっくれるよな。なんたるでたらめよ。そうだな。おお、かような知れ者の言葉に耳を貸してはなりませぬ。なんと見下げ果てた卑怯者よ。え、どっちに言ってる、どっちに言ってる。いい面構えをしておるからと討伐隊に入れたが、どうやらわしの目が曇っておったようだな。あ、いや俺ら疑われてる、やっぱり卑怯者めが。魔物から逃げ帰ってきただけなら許してやろうとも思ったが、一度に罪をなすりつけると。まあそりゃそうだよな、もう長いこといた側近のこと疑わないよな。我が腹心一度が討伐隊を殺させただな。馬鹿も休み休み言うがよい。さあでもどうする？所詮は臆病者の浅はかな嘘、お気になさることはございません。それよりもそう興奮なさるとお体に障りますぞ。王様がいなくなって一頭が俺らに攻撃 してきてくれたら楽なんだけどな。すまんな一頭、一頭に免じ貴様の罪は不問としてやる。嘘だが、その顔は二度と見たくないわ。旅人よ、早々に立ち去るがいい。再び我が前へ姿を現したなら、次こそ容赦せんぞ。そんなボロボロの体で。というわけだ、旅の方、お引き取り願いませんかな。やばいんじゃない。だけど言ってもだってこうやってバレたからさ、なんかしたら次やったらさすがに疑われるから、王様を早いとこなくしたいんじゃない。戻ってきたということは討伐隊の者たちもそろそろ任務を終えた頃かもしれませんな。わしも儀式の塔へ旅立つ準備をせねばならんな。ああ、そこで王様をやるんだ、イットは。で俺どうすればいい。こともあろうに王の腹心であるイット様に罪をなすりつけるとは、なんと見下げ果てたやつよ。二度とお前のようなものを玉座の前へ入れることはできん。今すぐ城から出ていくがいい。入れて。そうなんだ、じゃあ出てくか。そこまで言われたら。で出たところで誰かに話しかけられて、まあ、大風車行くのかな。待ってくれ。あ、息子ホステイル。君は嘘などついていないと僕にはわかる。君の力を貸してほしい。一緒に行く。すまない、僕はホステイル。ホステイル息子じゃないっけ。僕が当ててみせよう。ちょっとゲーム感覚で当ててくるのやめて。君はランガオ村から来た。そうですね。君が本当に生まれた場所はホステールって、でもどっかでもあったよね。違うようだ。僕はずっと昔から予知していた。いずれ大いなる災いに見舞われる時、一人の旅人が現れこの国を救うだろうと。君も知っている通り、今プクランド大陸は魔性によって滅びようとしているみたいですね。プーポッパン王は王家に伝わる儀式を行おうとしているが、儀式の間はすでに汚された。そうだね。見てたの。結局すべては予知した通りか。そうとも、僕には未来が見える。王の儀式では国は救えない。
え、じゃあこれから先もどうなるか見てもらっていいですか？それどころか、このまま儀式をやれば、グランド大陸はさらなる災いに見舞われ滅びてしまうだろう。儀式やったパターン、やらなかったパターンとか、それぞれの未来見えるの、めちゃめちゃ便利な能力じゃない？選べるじゃん人生ね、これやったらこうなるし、これやらんかったらこうなるみたいなの見れるんでしょ。予知夢、予知ってすごいね。一つだけ国を救う方法が残されている。はいはい、俺でしょ、分かってるよ。アルウェ王妃のノートだ。あ、願い3つ叶えるやつ。亡くなったアルウェ王妃が持っていたという何でも願いが叶う不思議なノートがあれば、魔性から国を守ることができるはずだ。頼む、君の力を貸してほしい。一緒にアルウェのノートを探してくれ。やだよ、だって3つ、いや探す分にはいいよ、探す分にはいいけど願い書かないよ俺は。なんか3つ書いたら死ぬみたいに言ってたもんね。あ、ホステルがパーティーに加わった。アルウェのノートは今行方不明だけど、手がかりはある。イットじゃないの。アルウェ王妃はオルフェア地方西の南にあるリンクル地方の別荘で亡くなったそうだ。オルフェア地方西の南にある リンクル地方の別荘。前日まで元気だったのに突然むごい死に方をしたと言われている。え、イットじゃん。もしかしたらアルウェ王妃はノートに三つ目の願いを書いてしまったのかもしれないな。ああ、君は知らなかったね。願いの叶うノートにはこんな恐ろしい言い伝えがあるんだ。ノートが叶える願いは一人につき三つ。ただし三つ目の願いを書いたとき、そのものは滅びるだろうと。いや欲しいよね。だけど二つまでは全然余裕で叶えてくれるってことでしょ。おそらく王妃が亡くなった別荘に何らかの手がかりが隠されているはずだ。一つ叶えたことによって何かデメリットあるみたいな感じじゃなくて、三つ叶えて初めて死ぬんでしょ。だったら二つ叶えてマジで燃やすもんな。アルウェ王妃の別荘跡はリンクル地方にある大きな湖の近くだ。行こう。 OK、 行こう。じゃあ、あ、イットが見てる。マジか。よし、じゃあ行くか。はい、ということで来ました、アルウェ王妃の別荘跡。これ前に来たことあるね、ここ。うん、入ったことある。なんかちょっと漁ったもんね、ここ。かつてこの館はメギストリス王とご家族が別荘として使っておられたのじゃ。亡くなられた王妃様はオルフェアご出身だな。不思議な力を持っていたらしいのじゃが、そのせいで若くして亡くなられてしもうた。まだ幼い王妃様を残して亡くなられるとは本人おいたわしいことじゃの。前ここ入ったけど、あ、なんか開かないやつあったっけ。そういえばどこだっけ、これだ。ここ開かなかったもんな。入れるのか。不思議な扉は淡い光を放っている。この扉光ってる、どうなってるんだ。三つ目の願いでこの扉作ったのかな。どこでもドアーつって。え？あなたはまさか。え？え、喋らないの？間違いない。あれは死んだはずのアルウェ王妃だ。一体何が起きているんだ？あの世？あの世とこの世行き来できちゃう？行くの？行くの？行ってみよう。誘うじゃん。先に行って様子見てきてよ。一回の旅の者にそんなこと頼む？アルウェちゃんってかなりのラッキーちゃんよね。いや、かなりのラッキーちゃんよ。そんな本。そうだな、だって願いが叶うノートでホステールに会えるもんな。このノート本当にお願い叶っちゃうんだもん。今日はもう一個お願いを書かないとだわよね。え、日にち決まってんの？ノ
クリポのみんなを救っちゃうようなイケメンな男の子が私の息子に生まれますように。おーじー、今の一体ここはどこなんだ。さっきまで僕たちはアルウェ王妃の別荘にいたはずだが。そうだね。僕の竜とが消えていく。え、一体何がどうなってるんだ。うん、なにラグアス、どうして泣いてるの。お父さんか、僕のこと嫌いだから。そうなの。そっか、さっき叱られてたもんね。ああ、叱られて嫌いってなっちゃってるってことか。僕が未来のこと、予知した未来のことをお父さんに言ったら二度と予知なんかするなって。ホステールみたいなこと言うじゃん。予知ったりとか、私に予知ったりクリポンなのね。お揃いで可愛い。この人とか予知ったりできるんだ。やだなこんなお母さん俺。すぐプンプンしちゃう。聞かせて、英雄ホステイルのお話がいい。いつも聞かせてくれるでしょ。ホステイル何歳なのマジで。ねえねえラグアス、お母さんの宝物欲しくない。え、お母さんの宝物。ノート。そうか、燃やさずにあげてけばいいのか。でも次にあげた人がさ、3つ目書いちゃって死んじゃったらちょっとショックじゃない。これからは人に伝えたいことは、ホステイルみたいにちゃんとまっすぐ目を見て大きい声で言うの。ほら、お話に出てくるホステイルってば、どんな怖い人や初めて会う人とも平気で喋るでしょ。へー、ラグアスもなってくれるなら、とっときの宝物あげてもいいのよ。ホステイルみたいに。なれる、なれるぞ、うん、王子。わかった。僕、これからはホステイルみたいにちゃんと喋る。オッケー、よくできました。引きこもってるけどな。ラグアスが元気に大きくなって、約束をちゃんと守ってくれる子になったら、お母さんの宝物あげちゃうね。今じゃないの。今はまだダメ。お母さんの宝物、願いの叶うノートはいつか私が死んだらあなたにあげる。3つ目の願い書いて、3つ目の願い叶えられてから死ぬのかな。叶う前にもう書いた瞬間に死んじゃうのかな。なんでもない。よくこういう系であるけどさ、一つ目でさ願い事増やしてのパターンダメなのかな。やっぱりでも大丈夫、怖くない、怖くない。あ、でも三つ目書くか、書くから死ぬのか。3つ目の願い事があるから書いて、書いたら死ぬんだもんな。そうだな、だから願い事は叶うっていうことだよなきっと。ごめんねラグアス、うん、お父さんともお別れね。ごめんなさい、先に行って待ってるね。今のこの館で
過去に起きたことなのか。あ、引っ越したんだ。じゃあでも別荘で、あ、そっか、別荘で起きたのか。アルベ王妃に会ったことがある。僕が王妃に不思議なノートを渡した。いや、そんな記憶はない。え、一体何が起きてるんだ。ホステール、キープレイヤーだな。僕のリュートだ。盗まれてるじゃん。どうして僕の楽器をあなたが。教えてください、アルウェ王妃。喋るか。喋らない。元の世界へ戻ってきた。ノートの行方は？何が何だかわからないが、王妃は三つ目の願いをノートに書き、言い伝え通りに亡くなったのだろう。うん。もしあの幻が実際にあった出来事なら、今のノートの所有者はアルウェ王妃の息子ラグアス王子のはずだ。ああ、もう死ぬ時に渡してるってこと？行ってみよう。この国を救うために、はははメギストリスの城にいるラグアス王子からノートの力を借りるんだ。会えるか。ちょこちょこ歩くの可愛いな。お前なんだそれ、カッコつけて喋ってる割には歩き方めっちゃ可愛いじゃないかよ。じゃあ戻るか。ここ屋根ないから戻れるよね。頭ぶつけないよねここ。はい、ぶつけないよな。ここぶつけないよな。おい、ぶつけるんかい。何にぶつかってんのここ。天井ないでしょ、ないでしょうかここ。はい、ということで町に戻ってきましたけども、今日のところはまあこれぐらいにして、次回王子に話を聞きに行って、そのまま多分イット様倒すことになると思うんで、それやっていきたいなと思います。うん、今日のところはこれぐらいにしときましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。